はい、今日は、LED ライトのレビューをしていきたいんですが、その前のプライムデーのセールで買ったライト、ズーム、コルボール、いろんな名前の呼び方あるみたいですけど、まあ、コルボールの LED ライト、CL220 というものになります。まあ、早速開けながら見ていきたいんですが、このバッグが付属してるっていうのがまず一つのポイントですね。開けるとこんな感じでライト筒体と電源部、あとリフレクターですね、入ってます。まあとりあえず一つ一つ見ていきましょう。はい、こちらが筒体です。コルボールのライト、実はもう一個買ってまして、まずこれが先に買ってるのでこちらの方から見ていきたいんですが、まあ CL220、 名前の通り 220W 相当の LED ライトになります。で、形的にはいわゆるアプチャーアマランとかの似てるようなオーソドックスなスタイルで、外装はメタルっぽい感じで安っぽさはないですね。見た目よりかは若干重いですけど非常にコンパクトです。こちらが下のスタンド部分のあれですけど、これはクリックがないフリーウェイですね。ロックハンドルにはラチェット機構はついていません。たまにラチェットがないと苦労する時があるんで、まあできれば欲しかったですけどね。ただ締め方はすごい合致していていい感じかなと思います。ライトの保護のところを外すと、パコンとこんな感じで LED チップがこう互い違いになりますね。これがまあ要するにバイカラー、色温度可変の LED。 僕もずっとアプチャーの 120D2 を使っていて、バイカラーじゃない、まあ当時はバイカラーの LED ライトっていうのはほとんどなくて、その後に出てきた 300D2 までデイライトで、まあ、当時デイライトとバイカラーというか、タングステンの光、オレンジの光でライトが分かれてましたね。 120D2 の D がまあデイライトの D ですね。アンバーのモデルも確かあったはず。あんまり買う人いないとは思うんですけど、当時はデイライト単色モデルが主流でした。で、300X とか出てきてバイカラーのライトが増えてきましたね。だいぶアマランとかは 100D デイライト単色のと 100X バイカラーとか 200D、200X みたいな感じで、まあ、バイカラーとデイライト単色のものが、まあ、併売されています。デイライトとバイカラーの差は、まあ、当然色温度の変えられるか変えられないかですけど、あとはデイライトの方が一般的には光量が強いっていうのがあります。なんですが最近の LED ライトを見ているとカタログスペックではかなりバイカラーにもかかわらず光量が強いというライトがだいぶ増えてきて、例えばアプチャーとかもそうですけど、ゴドックスだったりナンライトだったり、いろんなメーカーが質の高いライトを出してます。昔はアプチャー以外のライトっていうのはまず色の再現性が低かったりとか、まあ、光量が低かったりで、もう当時はあとファンがうるさいですね。当時はアプチャーほぼ一択みたいな感じで、僕もアプチャーの 120D2 を2台使ってるんですが、これは 120W の LED なんですけど意外と重くてかさばるので、コンパクトで、まあ、ついでだったら今の時代だったらバイカラーでもいいかなと思ってバイカラーのものを探して色々検討した挙句、こちらの CL220 をチョイスして購入してみました。アクセサリーマウントはおなじみのボーエンズマウント、こちらにアンブレラの穴もありますね。結構いろいろなライトのレビューを見てたりとか、まあ Amazon レビューとか見てるとアンブレラホルダーがないことに残念がある人が結構多い印象でした。まあ僕としてはどっちでもいいんですけど、まああるに越したことはないですよね。これあって困ることはないんで、まあ、これが標準装備されてるのはなかなか頼もしい感じがします。後ろを見ると大きなメインダイヤルが2つあります。ちょっとこれをつけてみましょう。電源周りがこちらですね。 AC アダプターでこのリングが引っかかれる感じなんですけど、ちょっと個人的に心配なのはこのケーブルにつながってるここで筒体に吊るすような塩梅だと思うんですけど、ここのケーブルにテンションがかからないのかなっていう気がしますね。例えばこのここにプラスチックでトラップホールとかを形成して吊るせるようにすれば安心感なのになっていう気はします。で、
刺してで、これは予想外だったのが、この先は普通に JP プラグですね。アプチャーとかだと大体アース線のついた三つ股になっているので、変換が必ず必要になってくるんですけど、これそのまま日本のコンセントで刺せるので、使い勝手がいいかなと思います。で、ちょっと今のうちに言っとくと、弱点として、アダプターから先のケーブル、結局こいつはほぼスタンド、ライトの割とすぐ下に来るので、こっからの長さが重要になってくるんですけど、この下のケーブルが短い、はい、今測りましたけど3メートルですね。アプチャーとか多分5メートルはあるかな。かなり長くて取り回しがいいんですけど、これ3メートルって意外と短くて、結構使った時に電源まで引っ張るのに苦労することが多いです。これは改善してほしかったかなっていう感じします。まあコンパクトさとトレードオフなところはあります。で、早速つけていきたいと思います。電源ケーブルはキャノン端子っぽいやつですね。っぽいというかそうなのかな。安定性があって良さそうですけど、まあ、一回刺してみます。じゃで、スイッチをオン。お、つきました。で、今 4% かな。これをゼロにすると切ることもできますね。こんな感じで、うおー、明るすぎる。これでパワーと、こっちを回すと色温度ですね。押すとダイナミックに変わってくれます。いいですね。うお、こんな感じで大きな表示で見やすいと思います。まあこういうので気になるのは光量だと思うんですけど、これがカタログスペックの光量とちょっと他の機種との比較をしてみましたので、ちょっとそれは後でテストのところでやってみたいと思います。で、アプリとつなげてみてみましょうかね。アプリがコルボールスタジオっていうのがありまして、これはちょっと待ってね、ちょっとなかなか使い方に癖のあるあれなんですけど、アドフィクシチャーズでやると CL220 と下に CL100X もありますね。これ実はもう1頭買い足していて、 CL100 も 100X も持っていて、今 CL100 は紹介動画の前に実際今ライティングで使っています。で、これをこうやってアドシーンにするんですけど、実はこれだと入んなくて、どうするかというと、この本体の方の、このアプリのメニューページの一番上にアンペアードって出るんで、この状態で 400D2 をアドシーンってすると、ちょっと全然やり方が分かんなかったんですけど、いろいろやっててなんとなく分かりました。このセットメニューを押してメニューモードに入った後、セット長押しでこの今ペアリングモードになってますね。この状態で、コルボールスタジオの方から、ニューフィクシャーズ CL220 って選んでアドするとペアリング、あれできてない。ちょっとこのペアリングのやり方が結構難しいんですが、まずこの状態で220、一応リストには出てくるんですけど、シーンに押してもなかなかアドシーンしてくれなくて、セットボタンを長押しするとペアリングモードになってくれるんで、この状態でもう一回やると、おりゃできた。これでペアリングできた。そうすると、ここでこの状態なら、明るさがやっとできた。あれですね、ボディの方でセット長押ししてペアリングモードにしてからアプリの方で接続すればちゃんと接続できるようになります。これで明るさと色温度も変えますね。
まあ、こういう、そうコントローラー部分が本体筐体自体についているライトっていうのは、例えばスタンドで高さを上げたりとかすると、もう操作画面がまずそもそも見えにくくなって、今何パーセントかどうかとかっていうのが見えないみたいなことに陥りがちです。アプチャー 120D2 だと筐体とコントロールユニットが分離しているので、ライトスタンドの下の方でパワーをコントロールすることができて、ライトを高く上げても設定が見えなくなるということがないです。ただその分大きめなコントロールユニットが別になるので、その辺の取り回しが悪くなります。その辺の、対しこちらの一体型だとコンパクトにはなるじゃなるんですけど、ライトの設定が見えにくかったりするので、こういったアプリで接続してパワーを遠隔で調整するっていうのは結構必須だと思います。アプリちょっと使い方難しいんですけど、まあ最初は設定できちゃえばなんとか使えるような感じはします。で、ライト特徴としては、まあいろいろな動画で、この動画を見てる人は他の220の紹介動画を見てると思いますけど、こちらにナトーレールが装備されていて、このナトー、これ付属してるナトーレールを刺すと、まあなんか、こうか。こんな感じで。ネジ穴がいっぱいできるので、まあなんかつけたりできますよと。まあ、これが左右にあるので、これでなんか、この CL220 自体を連結することも可能だそうです。まあ、連結して使うかって言われると、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ、ちょっと面白い仕組みではありますよね。まあ、デザインとかこの辺もなんかいわゆる LED ライトっぽいずんぐりむっくりしたものではなくて、ちょっとスタイリッシュで個人的にはそこも気に入ってます。でこちらのライトと比較したいのが、まあ、手元自分が持ってるんで、アプチャーの 120D2 ですね。デイライト単色。大きさなんですが、こちらね、こんな感じか。先っぽ合わせると、結構、ハンドル部分も合わせると、長さが違います。で、重さは、コルボール CL220 の方が、1598g で、アプチャーの方がこうですか、2107g。 だから500g ぐらいちゃいますかね。まあ、この違いをどう見るか。ただパワーはやっぱりコルボールの方が上なので、そういった面でのメリットというか強さはありますね。 120D2 の方はアンブレラホルダーがついてないので、傘はちょっとこのままではつけることができません。まあ、ちょっとした特にこだわる撮影じゃない時に適当に壁板したいけど壁の色がついてて傘で白いバウンスにしたいなって時にはアンブレラホルダーあると結構便利なのかもしれません。まあ、僕も個人的にそういった機会が、まあ、何度かあったような気もしますけど、ライト周りですね。よいしょ。こんな感じですね。アプチャーの方がここも金属製で、LED に対しても保護ガラスがついていて、さすがの作りの良さを感じますね。マウント部もかなり鉄製でできています。この辺が重さの原因にはなると思うんですが、LED のチップ自体はさすがに220の方が一回り大きいかなって感じですね。バイカラーですか。バイカラーっていうのもありますし、まあ、この辺は、値段なりの作りの差が若干あるかなっていう気がします。で、こちらがアプチャー 120D2 のコントロール部分ですね。まあ、兼電源部分も感じます。 120D2 じゃない初代の D の方はこれとさらに分かれて AC アダプターがあったので2つあったんですよね。かなり取り回しが悪かったと思います。これは一つに集約されたのでだいぶ良くなってますね。で、CL220 の方も AC アダプターは必要で、これが必ずついてきます。こちらでアプチャーの方はやっぱメリットとしてはこれが手元でコントロールできるので、ライトを高くダーンと上げても
視認性が落ちることはないというやつですね。キャプチャーの方はこちら後ろに V マウントバッテリーをつけてバッテリー運用することも可能です。今まで持ってなかったんですけど V バッテリーの方も購入してみたので、それもの、別の動画で紹介していきたいと思います。で、紹介したいのがこれが 120D2 アプチャーの買ってついてくるオリジナルバッグです。まあ中もすごいふかふかでさすがの作りの良さを感じますが、いかんせん重くて、まあちゃんと板とかも入ってるので重くて、作りはいいし便利ですけど、まあ、なかなか大変。それに対してコルボールが上に乗せると意外と分かんない。コルボールがこちらのバッグで、こうしてみると意外と大きさはさほど変わらないなーなんて印象があるんですけど、なんていうんですかね、持った時の重さが全然違いますね。ケーブルとか電源部とかのちょっとずつの重さの違いでトータルの重さが結構印象変わるなと思います。バッグも、まあ、軽いですね、こっちのが。まあ、作りが軽いといえば軽いんですけど、まあ、必要十分ではありますね。最近の廉価版の LED ライトでは、キャリーバッグが付属してないライトもかなり多いので、これは標準で付属してるってだけでもかなりありがたいですね。あと紹介忘れてましたが、これがコルボールの方の付属のリフレクターですね。これつけてみてびっくりしたんですけど、ものすごいスポット効果が強くて、これでやると真ん中にくっきり丸い円が出るぐらいかなり強いスポット効果出ます。リフレクター、いろんなリフレクター見てきましたけど、こんなにスポットなリフレクターって初めて見ましたね。で、多分これをつけた時は確かに中心部分ではかなり光量が稼げる、数値上での光量が稼げると思われます。まあ、それでカタログスペックを若干パワーを盛り気味なのはちょっと否めないかなって気がしますね。で、この後光量の比較テストをやったやつを続けるんですが、その時はリフレクターを変えてます。これだとちょっとあんまりフェアじゃないと思うんで、同じリフレクターを共有したりとかして比較してます。それでもかなりのパワーがありました。これはでもちょっと面白いけど、どうなんだろう、使う場面としては限定されそうな気がします。比較としてこれが、こっちがアプチャーの 120D2 に付属しているリフレクターですね。中のギラギラもやっぱこっちはより鏡チックになってますね。こっちはもうちょっとマットな雰囲気で、このここですね、ここの根元がグッとスポットっぽくなって光を収束させています。アプチャーの方は根元からふわーっと広がっていて、まあ、柔らかい光に向いてるのかなって気がします。まあ、実際これリフレクターつけてやるとすれば、まあ、壁板とかになると思うんですけど、それでも今ちょうどアプチャーと CL100X 両方天板してるんですが、天板の角を見るとアプチャーの方は綺麗な丸になってますけど、コルボールの方は中心に強いハイライトがあって、その周辺に光が広がるのような感じになってます。これはもうほぼリフレクターの影の出方になる部分で、中心部分だけを明るくするにはすごいいいんですけど、果たしてそれがどんな場面で必要なのかっていうのは若干気になります。あとはどうしても気になるのはファンノイズですよね。ちょっとそれも試してみましょう。 100% にしてみます。これはマイクがこの辺にあるので、よいしょ、なんかこう穴が真上と下に開いてるので音がこう上に抜けるんですよね。なのでファンがクーって回ってても耳を近づけないとあんまり聞こえない気がします。結構今 100% でつけてますが、暖かい空気が上にふわーって抜けてきてますね。
構どうだろう、こんな音ですね。これは横にしても意外と聞こえない。 100% でつけていくとだんだんちょっとファンのパワーが上がってきたような感じがします。だいぶうるさくなってきたな。あまあつけて1分ちょいでだいぶあったかくなってきました。だいぶ音が上がってきました。うん、まあ、静かは静かだと思うんですけど、こんな感じですね。多分これがマックスかな。ちょっと落とすとどうなのか。70%。あんま変わんないな。どうでしょう。結構音拾ってると思いますけど。まあ、個人的な感想を言うと、アプチャーの 120D2 の静音性をと比較すると、まあまあうるさい方ですね。うん、だいぶ上がってきたな。本当に静かな環境が必要な場面にはなかなかちょっと使いづらいかもしれないですね。ファンの速さをこれか、スマートクワイエットってやつにもできるらしいんですけど、クワイエットにするとマックス 50% で制限されますね。これだとほぼファンノイズなくなるんですけど、まあ、50%でもまあでも結構明るいけどな。これが全開か。これが全開だ。すごい。これはさすがにうるさい。パフォーマンスか。パフォーマンスじゃないや。スマートにすると、まあ、一番スマートが一般的なあれですね。使い勝手としては。まあやっぱ時間とともにだいぶノイズは上がっていくので、めちゃくちゃ最高に静かなライトとはちょっと言い難い。まあこれはある程度このコントローラー部分と筒体が一体化になっているライトではもうしょうがないなって感じはします。アプチャーとかアマランとか、まあ、ゴドックスとか今どのぐらいのファンノイズなのかちょっと分かんないですけど、まあ、似たり寄ったりなのかなって気もしますが、果たしてどうでしょう。あとこの前実際に撮影使ってみて思ったことがあるんですけど、これ今 0% ですね。でちょっと回すとこれが 1% で最小になるんですけど、で実際撮影使ってみたら実はこれでも明るいんですよね。要するに 1% 最低の光量にした時の明るさが明るい、もっとパワーが落とせないってところはちょっと弱点かなと思いました。まあ、ストロボでも LED でもそうなんですけど、まあ、上限っていうのはまあ上限で決まってるんですが、加減がどこにあるかっていうのが実は結構重要で、ストロボとかでも何分の1までパワーを落とせるか。昔のストロボとかは、まあ、マックスが 1200W だとしても、落としても16分の1だったりとかするんですけど、最近のストロボだと、もっと落として128分の1とか、256分の1とか、より少ない出力で発光することが可能です。これが弱い光で出せるっていうのは結構、暗いシーンの撮影とかだと、バランスを取るのに、使いやすくて、なるべくこの 1% が暗い方がありがたいんですが、実際この前使った時はこれ以上下がんねえんだ、これ以上下げたら消えちゃうみたいになってしまって、 1% のパワーがもっと小さければもっといいなと思いました。この後は実際に光量の比較、色の比較を 120D2 ともう一つたまたまその時撮影現場でお借りできたランライトの FS300B というバイカラーの 350W かなのライト、これもプライムデーで購入したやつらしいんですけど、これと比較することができましたので、
その結果を合わせてお伝えしていきたいと思います。で、別の動画で CL100X などを V マウントバッテリーで運用してみるなど、もしくは CL100X を USB Type-C のアダプタ経由で動かしてみる、モバイルバッテリーで運用してみたりとか試してみたいなと思ってます。ゆくゆくはこちらの220の方も V マウントバッテリーで点灯できるようにしたいなと思ってます。